B1 は各チームが残り18試合で、今節からノンストップでクライマックスへと進んでいく。西地区は首位の琉球ゴールデンキングスを2勝差で名古屋ダイヤモンドドルフィンズが追い、その後ろには名古屋 D と4勝差で島根スサノーマジックが1。最下位明けの第26節は、ドルフィンズアリーナを舞台に西地区の2位と3位が今シーズン2度目の顔を合わせる。 通算対戦成績では名古屋 D が島根に勝ち越しているが、過去2年のレギュラーシーズンは4勝4敗。12月に行われた第10節の今シーズン初対決では、島根が後半にペースを握り93-75で制した。ホームで負けられない名古屋 D は、リーグ屈指の得点力を誇る安藤製や、 ペリンビュフォードといった子の力をチーム力で封じなければならない。特に警戒しなければならないのは安藤の方だろう。第25節の富山グラウジーズ戦で7本の3ポイントシュートを突き刺し、3試合連続で25得点以上を記録。安藤がキャリアハイの37得点を叩き出したのは昨シーズンの名古屋 D 戦であり、その場所も今節と同じ。 ドルありだった。これ以上勢いに乗せたくない島根のキャプテンにどんな策を講じるか。ショーン・デニスヘッドコーチの采配に注目したい。オフェンス面では前節の長崎ベルカ戦で24個を数えたターンオーバーの改善が必須となる。その中でもキーマンに指名したいのは2名。 長崎戦で17得点6アシストを上げながら7つのミスを犯した斉藤匠と、6本の3ポイントが不発に終わった須田裕太郎だ。ゼビオアリーナ仙台では、東地区6位の仙台89ーズと同7位のレバンガ北海道が激突。共に連敗脱出がかかる一戦だ。前回対戦は9点差で仙台が接戦を制したが、 オフェンスリバウンドの数では北海道が11本上回った。仙台は前節の秋田農山ハピネッツ戦でもペイントエリアを支配されて完敗したため、インサイドの攻防が重要になる。リバウンドランキング1位に立つボーディミルゲルンが牽引役となれるか。3円ネオフェニックスは中地区優勝マジックを11としながらも、現在4連敗と足踏み。 今節行われる川崎ブレイブサンダースとのアウェー戦では、中断期間での修正力が問われる。中地区3位かつ混戦のワイルドカード争いの下中にいる川崎としても重要な一戦。エリック・マーフィーが去った今、鎌田優也がいかに体を張って存在感を示せるかが一つのポイントになりそうだ。 2月にインジュアリーリストに登録されたジョーダン・ヒースがコートに戻ってくるかどうかも注目が集まる。西地区首位の琉球ゴールデン・キングスは、沖縄アリーナで大阪へベッサとのレギュラーシーズン最後の戦いを迎える。まずは天皇杯決勝の大敗から気持ちを切り替えることが最優先。チームは千葉ジェッツとの天皇杯決勝だけでなく、 前回の大阪戦でもリバウンドで主導権を握られた。リーグ戦8連勝へは、リバウンド争いを制することが勝利の条件となるだろう。ここからまた這い上がるためには、ホームのファンがより選手たちを後押しすることも必要だ。